割れやすいのが当たり前だったセラミックス。ニムスが開発したセラミックスは火で炙るだけで発生したひびを1分以内に自ら修復します。もちろん硬さも元のセラミックスに負けません。鮮度で1分以内に自ら修復する自己治癒セラミックス、ニムスは飛行機への搭載を目指します。自己治癒セラミックスは1995年日本で発明されました。セラミックスの主成分アルミナの中に修復剤として炭化ケイ素が散りばめられています。しかし20年以上経っても自己修復のメカニズムは不明のままで、また治癒にかかる時間は1000度で1000時間という長さでした。このセラミックスを実用的な材料にするため、修復時間を大幅に短縮したいとメカニズムの解明に取り組んだのが長田敏夫です。長田は硬くて脆いものの修復として骨に目をつけました。骨は骨折すると血液が流れ込み、仮の骨が隙間を埋めます。それが強度を増し完全修復となります。つまり修復には亀裂を埋める液状の物質の存在がポイントとなるはずです。長田はこうした予想をもとにニムスが誇る最新の分析装置で修復過程を詳細に調べました。そこで発見した映像がこちら。亀裂を埋めるように液状物質があることを発見したんです。これが亀裂を満たすことで修復が進むことが分かりました。しかし自己治癒セラミックスの原料であるアルミナも、修復剤として散りばめた炭化ケイ素も1000度付近では液体になれません。液状物質は一体どこから生まれたのか。一枚の写真が決め手となりました。液状物質に含まれていたのは修復剤の炭化ケイ素ではなくムライト。これは炭化ケイ素が酸素と触れて発生した酸化ケイ素、および当初は修復に無関係と思われたアルミだからなる結晶でした。長田が突き止めた修復メカニズムはこうです。使用環境で亀裂が入ると空気が流れ込みます。その中の酸素が炭化ケイ素と触れると酸化ケイ素に変わります。酸化ケイ素がアルミナと反応すると加冷却液体という液状物質が生まれ亀裂を埋めていたのです。しかも加冷却液体はすぐさま固い結晶に変化し亀裂を完全に修復していたのです。まさに生物の骨の治癒と同じメカニズムです。メカニズムを解明した長田は修復スピードをアップさせる方法を探しました。狙ったのは酸化マンガン。計算によると低い温度で加冷却液体を作り出すことができるはずです。長田は酸化マンガンの配置にも工夫を凝らしました。ヒントにしたのはやはり骨折の修復です。骨折の場合どこで亀裂が入ろうとすぐさま血液が流れ込み修復反応が始まります。セラミックスの亀裂はアルミナ結晶の境界で発生します。酸化マンガンをアルミナ結晶の境界面に配置できれば、亀裂が入った時に酸化マンガンが必ずそこにあり、修復反応が素早く始まるはずです。今回合成に成功した自己治癒セラミックスで元素分布を調べます。結晶の境界部分にある緑色、酸化マンガンです。ひびの入りやすい境界に沿って理想的に配置できています。亀裂を入れた自己治癒セラミックスを用意しました。鮮度に1分間さらします。液状物質らしきものが亀裂から湧き出す様子が確認できます。この素材に力をかけると割れました。観察します。割れたのは元の亀裂とは別の場所でした。通常はこのように亀裂から割れが広がります。自己治癒セラミックスは強度面でも亀裂が完全に修復されたことを示しています。長田は軽量化のニーズが高い航空機エンジンへの搭載を考えています。とにかくジェットエンジン乗せたいです。そして飛んでる間にできた小さな亀裂を
飛んでる間に直してくれるっていうことを、1分で言って言うとやっぱりフライト時間より十分短いので、フライト時間内に直る可能性があるかなと考えています。